6月日日火曜ククニカル分析ですすフォレックス、TV、ジャパンの石田がお送りします夕方のこの時間はチャートを使ってヨーロッパ市場の値動きを予測していますが今日はやや思考を変えアメリカ金利の動向についてフェデラルファンドレートいわゆるアメリカ FF 金利の先物チャートを使っていつものようにアセンダントの山中さんに解説していただきます。 それでは山中さん、よろししくお願いいたします、えーまあ、先週の金曜から、ですね米、まあえー、ドルが強い、えー、流れが続いているわけなんですけれども、米、まあ、ドルが強い、えー、動きになっているきっかけとしては、まあ、アメリカの方で、えー、年後半に向けて、ですね、まあ、景気が回復する、えー、可能性を見込んでいるというようなところがあるかと思います。 特に一番目立った動きをしているのが最近のフェドファンドの先物なんですけれどもフェドファンドの先物こちらはですね1月切りから12月切りまで毎月現月月末に迎える先物を取引してるんですけれども直近この6月切りのところとですねあとは年末の12月切りのところ こちらを見ますと、今まで6月切りよりも12月切りの方が安いという状態、つまりレートは高いという状況が続いてたんですが、こちらが金曜日に入って、大きく水準が変わってきています。一番上の価格よりも実際に利回りに換算した、金利に直したものの方が見やすいと思いますので、上から2段目のところを見ていただくと分かるんですが、6月切りが0.21%と、こちら現在の誘導目標の まあゼロから零点二五の間に収まっているというところなんですけれども、一方ですね、まあ真ん中,、まあ、真ん中あたりにちょうどポンとまあ跳ね上がっているのが見えると思うんですが、ちょうど金曜日にそれまでの水準から大きく利回りが上がってきてる、まあつまり12月年内の段階でですね、まあアメリカの方が利上げをすると。 え、いう見方が現状は、え、一般的になってきていると。つまり、え、アメリカが、ま、年内利上げをすると、0.25%、え、利上げをしてですね、ま、0.5%程度に戻すという見方が、え、今は増えてきているということになります。え、ま、こうした動きを受けて、ま、ユーロドルでも、え、ユーロが、え、売られ、ドルが買われる。あるいはドル円でも、ま、ドルが堅調な、というような動きになってますので、ま、アメリカの方の、え、ま、経済指標、え、どういう数字が出てくるか、ということとともにですね、ま、こうした、え、フェドファンド の先物の,のチャートといったものもまあ合わせて見ておくと、今後まあ年後半に向けてのまあアメリカの方の経済情勢を考えるときにまあ非常に便利かと思います。以上です。以上アセンダントの山中さんのコメントをご紹介しました。PM テクニカル分析でした。この後は午後7時30分から夜の FX フラッシュをお送りします。